こんにちは、のりたろうです今回はロイヤルミントやメルカリなどで買ったこういった未鑑定のコインをどのようにして鑑定に出したらよいかという初心者向けのお話をしたいと思います私はコイン投資初心者ですがいざコイン投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので重要だと思った点について発信しております 今回のお話では実際どこで鑑定に出したかや実際にかかった費用用した期間また動画の最後には皆様が一番気になる鑑定結果70グレードが出たのかなどについてお話をしたいと思いますということで今回鑑定に出したコインはこの5枚になります1枚目英国2020年クイーン10ポンドゴーンス銀貨1枚2枚目 2020年、ジョージ3世没後200周年5ポンド銀貨1オンス1枚。3枚目、エイリョバッチン諸島 <laughs> 2019年、ウナとライオン, 1, オン1ドル金貨1オンス1枚。ちなみにこの3枚はメルカリで購入したものです。そして4枚目と5枚目が2021年、クイーンズビーストホワイトグレーハウンド100ポンド1オンス金貨2枚。この2枚は、 野口コインさんで買ったものになりますこれらについて以下の5項目でお話をしたいと思います。1つ目、鑑定代行会社。2つ目、申し込み方法。3つ目、送付の仕方。4つ目、要した時間と金額。5つ目、鑑定結果。それではまず1つ目の鑑定代行会社についてです。コインの鑑定につきましては、現在2大,2大鑑定会社である PCGS か NGC で鑑定するのが無難だと思われます。こちらの鑑定会社には直接鑑定を依頼するやり方と鑑定を代行している業者さんに依頼するやり方の2通りがあります。まず1つ目の直接鑑定を依頼する場合ですが金貨や銀貨を直接鑑定依頼する際にアメリカに出荷する際と送り返してもらう際に消費税が2度取られてしまうのですが。 2かか度目の消費税に関しては再輸入免税という手続きが必要になりますこちらは成田空港などまで行って手続きしないといけないということなので確かに安くできるのですが初心者や東京近辺に住んでいる人以外にはあまりおすすめではありませんなので2つ目ですが国内で 鑑定代行を受けっていいいるる業者さんにお願いすすのが無難だと思います今回は私が使用している大政コインさんでの鑑定依頼についてのお話をさせていただきたいと思います大体他の鑑定代行会社さんも手順は同じかと思います私は大政コインさんの回し物ではないんですが大政コインさんは半世紀以上コインを扱われている会社さんなのでコインの扱いに関しては 間違いなく信用できると思いますので、こういった信用できる会社さんに依頼するのが良いかと思います。続いて2番目の申し込み方法ですが、大成コインさんで鑑定代行を依頼する際には、まずは大成コインさんの年間会員になる必要があります。こちらは有料で年会費が5000円かかります。ただ、入会時よりあの月割。 価格になっていたりしますので、詳しくはホームページをご覧ください。また、会員継続の場合は、継続特典として3000円のお買い物クーポンがついたりしますので、まあ、その場合は実質2000円で会員継続できたりするので、結構お得です。そして、毎月このように、えー、コインのカタログが送られてきます。こちらは世界の新発売のコインの情報や、コインの歴史などの特集、記事を扱って、 まあ読み元としても面白いので、えー、非常にいいかなと思います。で買いになりましたら大成コインさんに電話をするかホームページの問い合わせフォームよりグレーディングをお願いしたいという旨をメールなどで伝えるとグレーディングの担当の方より電話かメールが来ます。その際にグレーディングしたい旨を伝えていただければ NGC か PCGS、まあ、どちらか選ぶ必要があるんですがそちらへの グレーディングの利用規約と申し込み書をメールなどでもらえますのでそれを印刷して鑑定を出したいコインの情報を記載します今回のコインで言えばこんな感じで記載します英国2020年クイーン10ポンドゴーンス銀貨1枚などですねそれぞれ送りたいコインの情報を記載したらコインと一緒に同封して大成コインさんに送付します で続いて3番目の送付の仕方になりますが、まず梱包の仕方ですが、コインの箱は、こういったものですね。この箱は送らないでほしいということなので、箱からコインを出して、このカプセルの状態で送ります。で、このカプセルがですね、最初からこう、緩んでる場合がありますので、しっかり締め直してから、 このような、まあ、ジップロックですね。ちょっときつ,きつめの袋に入れて。で、このおすすめは、郵便局のこの U パックの、えー、プチプチが内側についた U パックのクッション封筒ってやつですね。 えー、正式な商品名はクッション封筒書ってやつですね。これに申し込み用紙と一緒に入れて送ることになります。で、ここでポイントなんですが、送り場にですね、品名というところを書く場所があります。この品名のところに、まあ、お金とか金とか、まああまり変なこと書くと送ってもらえない場合がありますので、 記念メダルと書くと、語弊がなく、すんなりと受け取ってもらえます。続いて4番目、要した時間と金,金額ということで、実際にこのコロナの混乱の中で、アメリカに送って帰ってくるまでの期間、どれだけ要したかというのがこの通りになります。まず発送が11月30日。で、鑑定をしていただいて、鑑定終了後に、 えー、鑑定に必要な金額が決まりまりでその金額が提示されたら、えー、振込用紙が、まあ、大体2月10日ぐらいに到着しました発送から72日目ですで入金が翌 2, 2月11日にしましてその後納品が2月16日でしたなのでこちらは発送から78日で届いたということになりますということで 発送から到着までおよそ2ヶ月半程度ということで、このコロナの騒ぎの中でも3ヶ月以内で鑑定していただけたのはありがたい限りです。そして、かかった金額は、えー、クイーンズビースト1オンス金貨1枚分で14000円でした。でこれは、グレードが高ければ高いほど、まあ、価値が高いものほど、 判定金額が高くなるとということで今回はクイーンズビーストの金貨は1万4,000円で2枚で2万8,000円クイーンの5オンス銀貨は1枚分で9,000円ジョージ3世1オンス銀貨は1枚分で7,000円でバージン諸島ウナトライオンの1オンス銀貨が7,000円ということであと送料が550円ということで合計が5万1550円全て税込みでした。 大体鑑定にはこれぐらい金額がかかってくるのだなということで参考にしていただけたらと思います。はって続いては皆様お待ちかねの鑑定結果になります。鑑定結果ということで今回の鑑定結果の発表に参ります。まずはメルカリで購入したコインから参りましょう。英国の2020年、フィーの10ポンド、ゴンス銀貨1枚、 こちらはなんと64点ということで、えー、あのこのコインは購入時に若干汚れがありましたがそんなに、えー、分かるようなものではなかったんですがやはり個人から買う場合は、まあ、こう落としてどこかに傷がついてたりとかですねそういうこともあるので気をつける必要があるかと思いますで続いて、えー、英国 2020年、ジョージ3世没後200周年、5ポンド銀貨1オンス1枚ということで、こちらは先ほどのクイーンの銀貨のおまけで、1万円で買ったものなんですが、こちらはなんと、69グレードということで、期待が低かっただけになかなか嬉しい結果でした。こちらは、 あ,あまりやっぱり買った時にもですね傷がなかったのでまあ高いのかなと思ったんですけど、まあ、69グレードということでなかなかいい結果だったかなと思います続いて「エイリバージン諸島2019年うなとライオン1ドル銀貨1オンス1枚」こちらは別の方からメルカリで買ったんですが購入時に指紋がべったりついてまして それをあの布の柔らかいいい手袋などで拭いてしまいましままたディテール図のことをあまり知らないうちに拭いてしまってでその際になんか傷みたいなのも明らかにありましたので、まあ、試しにどんなグレードがつくのかなと出したものなんですがなんと結果はじゃんと68グレードということで意外にいい数字になりました。 これを見ると先ほどのクイーンがなぜあんなに低かったのかなというのがよくわからない結果になってしまいましたがただ傷物に見えてもグレーディングに出してみる価値っていうのはありそうですねそして次はコイン賞の野口コインさんで購入した金貨になります英国2021年の100ポンド1オンス金貨2枚こちらの鑑定結果がちゃんと 見ますかね69と70ということでやっと最高グレード70が出ましたやはりコインを買う扱う、まあ、会社さんのコインは、まあ、間違いないかなといった感じでしょうかね、まあ、このグレーディングで分かったことは鑑定済みではないコインっていうのは 信用のない個人からの購入というのは、まあ,あんまりおすすめできないということですね。やはりコインを扱う会社さんは間違っても指紋がついているようなものは納品されないので、まあ、今後の参考にしていただけたらと思います。最後に本日のまとめです。1鑑定代行会社ということで今回は大成コインさんで鑑定代行を依頼をしました。 2申し込み方法ということで、大成コインさんから申し込み用紙をもらって申し込みをします。3送付の仕方ということで、透明のカプセルに入れたままプチプチにくるんで、記念メダルと書いて大成コインさんに送ります。4用意した時間と金額ということで、発送から到着までおよそ2ヶ月半で、金貨2枚、銀貨3枚で合計が税込51,550円でした。 以降、でこう鑑定結果ということで、メルカリで買ったものは64が1枚、68が1枚、69が1枚。野口コインさんで買ったものは69が1枚、70が1枚という結果でした。ということで、今回のお話は以上になります。参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っております。それでは最後皆様一緒にレッツコインご視聴ありがとうございました。